まあしゃあない、どんまいどんまい。あれ、あれが芝なの？あ、俺、なるほど、仮想ダムの方来ちゃったから、そういうことか。よし、お前はもう殺すしかない。さて、行きますか、レネゲード芝木に。なんかお前、一回お見せそうと言いたいけどね。あ、面白パルクールある。これはおもろパルクールだわ。吊るされる、助けてくれ言うてる。でもここ、あ、でもレネゲートじゃないよまだ。あいつ、ちょっと捕虜助けるか。まだ助けれる。まずピースキーパーを仲間にしてから。おい待てよお前、ゾンビにやるよお前の死体。OK、 しばいたか。ナイスセンス。なんでお前、なんでそんな早いの。どうした、急に頑張って。あ、ごめん。いや、ゾンビ4レベルになるとやっぱ強えな。あ、ピースキーパーが自分でしばいた。ナイス、よかったよかった。あ、免疫ブースターくれるのありがてえ。ここか、やつらの拠点は。ちょうど吊るされてたしな。いいストーリーじゃないこれ。あ、結構アイテムある。しかもなんか下で誰か死んでる。あー、俺、あれが、あれ俺が殺したやつだわ。よし、ロックピックイージー、任せてくれ。ここかな。はい、イージー。こういうゲームに慣れてきたな俺も。うわ、マジか、めっちゃしんどるやん。でもありがたいことに UV ライトがあるっていうね。何も焦らずにファームできるわ。キャンプ情報を探さないといけんしな。これか。あのサバイバーが言ってた通りだ。どうにも様子がおかしい。最初の拠点に着いた。誰もいない。誰もいないのおかしいな。キャンプに向かって移動したんだろう。フルトンタワー通りのさらに東だ。なんか実験でもやったの。拷問か。いや、わからないな。レネゲードは危険な連中だというが、ここ数年休戦状態だった、まるでピースキーパーが怖くなったみたいだ。何があった。これからわかるだろう、また連絡する。俺がやっぱりあのこちら側の人間になったからビビってんじゃないの、ワルツが。だからもう早いところ処理せねばならんってなって、しばき回ろうとしてんじゃない。これで上登ろう。よいしょ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 と。でここがレネゲードのアジトっぽい。アジトっぽいな。オッケー、コインでちょっとおびき寄せるか敵を。さあ動け。お前ごときにナイフは使わない。ね、ちょっとアイテムだけ漁るか。あ、投げナイフありがてえ。ここは入れるのか。ロックピックハード、なるほど。これでとりあえず進むところを探すって感じ。あ、これ進むな。これいけるかな。よし、いけた。うわ、めっちゃいるね。レネゲード多すぎるよ。ここにもいない。ギャリソン大通りの風車にある高台で休憩してるかも。急げ、キャンプに着いちまったら救出はかなり難しくなる。下のやつゾンビじゃないのか。これ下のやつゾンビか。全員指揮してたやつを見かけた。エリアス、はいはい。もともとサバイバーだった。2年前までこの辺に住んでたんだ。アウトブレイクの前は信念を持った弁護士だった。だが突然消えた。当時かなり話題になってな。消えた?1 年前こいつがこの辺を嗅ぎ回ってた。ブッチャーの部下って話だ。お、弁護士だか。前は GRE に勤めてたそうだ。やつはダムへ行くようみんなを説得して回ってた。武器を渡すと約束してな。一気に怪しくなったな。それきり戻ってこなかった。すげえ一気に怪しくなってきた。完全にラリってたな。クソ
3A もやってるのかな。あの目ゾッとした。うん、まるで空っぽみたいだったぜ。調べてみる。GRE 社員がやっぱ絡んでるとなると本当に怪しくなってくるよね。え、これどうすんの。スタミナ足りるかこれ。あ、スタミナ足らなさそうこれ。あ、無理そうやなこれ。よいしょ。ちょっと考えて余裕を持っていかないとな、この風車解除は。で、これで乗る。で、これで乗る。一番右まで行く。だからこれだったらスタミナ足りるはず。薬漬け奴隷、マジ。そんなことしてんの、レネゲイド。よし。あぶね。初見です。素晴らしい。いつも見ています。あ、ありがとう。これからも見てくれ。じゃあ風車稼働するで。よーし、ここにも拠点完成と。どんどん増えてくるよ、ピースキーパーの風車が。で、もう近いな。63メートル先か。ジャニパー、この下、あ、いるね。さあここを攻略していく。わ、結構いるな。やべえな、がっつりレネゲードの巣だあそこ。よし、向かい側から見えそうだけどね、俺のこの行動。お、危ね。お前もなんかそんな子にいたんだ。じゃあ死んでもらうね。ちょっとギリギリバレそうだったけど、なんとかなったわ。こいつらの視野が5ぐらいで助かったわ。バッグがありますよって感じか。この下にもいるのか。こんなん結構ぬるげやけどな。よし、投げナイフゲットして。レネゲードが数人いるだけだ。うん、ならもうキャンプだ。仲間は助けられない。様子を見てくる。こんなことを言うのは気が引けるが、めっちゃお買い物させられてんだけど。どうか仲間を助けてくれ。任せてくれ。これか、ここか。なるほどね、ここになるのか。どう行こっかな。ちょっと一回、まあ絶対死なないとは思うけど、一旦自分の家作っとくか。え、めっちゃゾンビいるんだけど、中に。下から入ってった方がいいかこれ。あ、こっち側に家あるじゃん。こっちの人家取るか。まあオープンワールドのゲームだから、もうなんか戦い方は無限大やからな。ワンチャンエリア外に逃げるっていうのもいつでもできるから。お、ここ入れない。あ、入れた入れた。とりあえず敵を呼ぶやつはしばかないとな、まず。そこからストーリー始まっていくから。正面はさすがに無理だなこれ。どういう殺し方していこうかな。こっちから入れない。1階から入ることは無理か。1階からが無理だったら2階3階とかになってくるけど。あー、これこっちから入るっぽいな。多分無理でしょう、屋上からは。だって俺もレネゲードと同じように漁るわ。レネゲードが漁れなかった分俺が漁る。こっちから入る感じか。いいね、ちゃんと裏ルートあるね。エレベーターがある。やっぱりこっから入るのが得策っぽいね。なるほど。お、いるね。厄介なやつが来てみて。あれバレちゃってるよ。すげえガン見されてんだけど。おーい、角待ちすなー。
これドアピックした瞬間ドア開くっけな。いや音でバレる、音でバレる、大胆すぎやろこれ。いや音でバレる、音でバレる、え何って思われてそう絶対。コイン向こうに投げるか。よし、とりあえずまず呼ぶやつはしばいた。まあ呼ぶやつしばいたら、まああとまあバレても全然問題ないって感じやから、ただせっかくやからスニーキング行動してくよ俺。やべ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 、しばけるかな。よし、あとさらに真上っぽいな。ここはゾンビだけか。あれはやばいぞ言うてる。危ない危ない危ない、あ、やばいやばい、バレちゃうかも。ちょっとバレかけてた、でもバカでよかった。あいつバカやわ。いけるかなこれ。よし、がっつり暗殺しまくってるわ今。であいつが振り向いた瞬間、いやこれ投げた方がいいか。投げて近寄らせてしまく。よいしょ、あとは上側か。あいつらっぽいな。まあもうほぼ終わりやな、お掃除完了に近い。おメモがある。あ、なんか俺、なんか俺、あれも後々しばかないとな、下のやつも。でも結構いいムーブできてんじゃない、ダーイングライトの制作者が考えているムーブやこれ、ちゃんと。お、危ね危ね、一応下からしばいとくか。お前どっち行く？うわめっちゃいた、アップな。いや仲間じゃねえぞ、あそこにはなんもねえぞ。お前そっち行け。やべやべ、ファイト始まる、ファイト始まる、やべやべ。お、スモーク抱いてくれ誰か、スモークプリーズ。お前あっち行け。見えてる、今は違うよな、信じられねえな。バレたバレたバレた、やばいやばい。一番バレたくねえやつにバレたんだが。一番バレたくないやつにバレました。ということで、やべふ、やべ、笛持ってるやついる。まずいまずいまずい、お前誰だ、やべやべ、援軍来る援軍来る、最悪や最悪や、バレたー。こういった時はもうそれは力技いくしかねえ。ファイヤー、お前一生燃えてるぞこれ。お前も燃えろ。アパか、いやめっちゃ飛ぶやん。どけお前も、どけお前も、飛ぶか飛ぶ。あ、やべ最悪、お前いっちゃん強いな、燃えろ。すげえできてる。オッケー、しばいた。
このゲーム分かってないな。世紀末やつ全て。炎の方行けや。なんだこれ、何が起きてる。お前は、お前硬いな。落ちてった。あ、全身だ。こういうゲームです。ちょっともったいないことしちゃったけどね。本当だったらもうちょっと華麗に始末したかったけど、予想以上に敵が強かったっていうね。アイテムあさろ。めっちゃ投げナイフとかあるじゃん。あ、メイスがある。これなんか捨てるか。ただまたあれでしょう、ある程度クリアしちゃおうとしたらアイテム全部回収できませんよみたいな、そういうパターンだと思うから、回収できるもん全部回収しとく。お、ノーマルだ。ガチ落下し多発だったからな今。大事故よ。でもね、蹴りスキルはやっぱ鍛えるべきだわ。え、インベントリーがないだと。え、そんなお腹いっぱいになってる今俺。マジか。いやー、アンコモンか。装備ちょっと捨てるか、バックパックの中の。そうか、そんなにアイテムあるか。やっぱりワンストーリーを終えるごとにちゃんとアイテム売りに行かないとダメだな。もったいないな、ちょっと。まあこういう靴はいらん。いらん。ノーマル系はいらんな。戻るで、ノーマルと3レベル、2レベルもいらん。2レベルいらん。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 いらんって感じでね。ゴーグルも4レベルあるけど、まあこれはいらんかな。アームガード言ってたから、多分この辺りがいらないんだろうな、きっと。3レベルのやつつけとこう。こんなもんかな。あー、汚い汚い。すーごいアイテム出てきた。めっちゃ汚いんだけど。バカほどアイテム出てきた。そんなたまるんだ。え、めっちゃレアアイテム感あるけど。ごめんなさい、もう全部捨てるんだ。お、いいね、貴重品。こっからはなさそうだな、もう。多分上にもない。なさそうだ。あとはこの箱か。ロックピックハード、絶対美味しいもんあるってこれ。おっと、これはガチでハードかもしれん。ここだ。よし。うわ、強そう。強そうな装備ゲットしちゃった。であとはもうこれも電気ではなさそうだから、よし、助けるぞ今。おっと、さっきあんなに戦ったのに。あの筋肉、ムキムキじゃねえか。誰だお前。様、何して。エリアス。解放しろ。いやだね、この PK の操り人形が。釣り糸で首を絞めてやる。人形劇は全部終わりだ。ちょっとヤバそうなやつ来たな。自由だ、解放されたんだ。一体何を言ってる。マスターは俺たちの心と体を解放した。ほうほうほう。俺たちは知ったんだ、敵を倒すたびその力を吸収できる。薬打ってるかもな、こいつ。仲間になれ。いやなら今すぐ送ってやる。あ、でも断るっていうのが、なんでこんなことしてるんですか。協定はどうした。力だ、友よ。糸を断ち切った俺たちは力を手にしたんだ。無限の力を。そういうことか。マスターのワルツがこの力を与えてくれ。え、もしかしてこいつ、ジャックマットと人形使い、俺と同じ薬使い。もつれてるぜ、絡まって惨めだ。マスターがワルツやからやばいな。ドーピング野郎。まあ断るか。お誘いどうも。いかれ野郎。救いがたい愚か者だな。やれ、ファイヤー。ファイヤー。見てこなかったようだな、今までの俺の戦い方を。踏み潰す。あ、なんだ、なんかおかしい、おかしい。
どけ。ボス一瞬で死んだんだけど。飛べ。さあ来いよ。なんか弱かったなあいつ。なんかめっちゃ偉そうなやつ最初の火炎ぐらいで死んだぞ。あ、めっちゃ偉そうだったやつが最初に死んでた。ガチクソザコナメクジだったんだけど。ほらこいつ。お前が一番最初に死ぬんかい。めっちゃお前弱いな。なんか今開けるぞ。助けてくれ。いいよ。あ、簡単だった。一発で当たったわ。そうだね、バニーと同じ感じ。カマセだったな。モブの方が強いっていうね。この恩は忘れない。お、救われたか。門がある。こちらエーデン、お前の仲間は無事だ。ありがとうエイデン。大きな借りができちまったな。本当だよ、感謝しろ。さあサバイバーを。お、サイドクエスト終わった。結構長いサイドクエストだったね。しかもこれストーリーに直結してそう。なんか手に入れたぞ、強そうな武器。なんだ今の。何かを手に入れたかも。ちょっと武器捨てとくか。なんか銃みたいな手に入ったね今。これかガンハンマー。ガンハンマーは違うな。なんか手に入れたっぽいけどアイテム多くて回収できなかった。え、これかな今。なんか、え、何ゲットした今。何かをゲットしたけどお腹いっぱいすぎて回収できなかった説あるぞワンちゃん。じゃあなるみよ。これかレネゲイド。ブースティックなんちゃらかんちゃら。スクラップから作成した自作の銃。おーい、ピストル回収したのにピストル多分取れてないぞこれ。めっちゃ惜しかったのに。ピストルがアイテムもしかしてお腹いっぱいで取れなかった説あるぞ。こういうのってどっかで回収できないのかな。最悪や。あんなにも捨てたのに。そう、一回店行くか。まあしゃあない、これはもう。で俺作れんのかな銃クラフトで。スクラップ100必要だわ。作れんのかな。え、あー、そういうことか。あー、これだ。一発限りみたいな感じだ。ちょっとつく、ん、ちょっと使ってみようぜこれ。どんな感じなんだろう。一発限りかこれ。銃器を発射する。なるほど、めっちゃ強そう。確かにこれは憧れやな。ちょっとなんかボス戦とかに使おう今度。そういうことか。スクラップ100はさすがに高すぎるよなコスト。あと銃の音鳴らしたらめっちゃゾンビ来そう。よし、じゃあ帰るか。さすがにまあメイン武器で銃持たせたら大変なことになるもんな。このゲーム崩壊しそう。なんかある。ちょっとピンだけ刺しとくか。じゃあフィッシュアイ食堂まで一旦戻ろ。この近くそういえば家なかったっけ、気のせいか。あ、家はあそこだわ。よいしょ。インヒビターコンテナを検知。ああ、多分ここっぽいな。ははは、出た。あのマリー、またモンスター倒さなくちゃいけない下り絶対来るからね。通るだけ取っとくか。夜じゃないとしばけないけど、まああいつの倒し方もなんかなんとなく分かってきたからな。基本的に火炎ぐらい投げるみたいな。盗賊がめっちゃいるんやけど、あそこちょっと通りたくないな。お、誰かが困ってるこれ。遭遇出てる、遭遇が。あ、まずいかも。あっぶねー。
と遭遇行く今余裕がありません。このまま走っていくわ。あれもギリ行けそうか。やべえやついるって。なんだお前。いやお前強すぎるなそれ。危ない危ない。なんでその最強の技、地震砲みたいなの撃ってきた。自分でも今どういう操作したのかよくわかんないわ。あー痛い。そういうことね。これパワー、こんな遠距離技出す。待って、石投げてくんだけどこいつ。やばいやばいやばい、やべえやついるって。やべえやつ、これなんかねえか。まあでもしばくかセクラだし。あ、いた。ちょ、火炎グレーはね、ゾンビを他呼んじゃうから使いたくないんだよな、あんまり。やべ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 、いかついってお前それは。もう一回来るか、なんか。よし。あ、かわいそう、なんか周りのゾンビも巻き添え食らってる。あ、あるじゃん槍が。槍、これハメポじゃない？ハメポジ見つけた。ハメポジ見つけた。ハメポジ、オラ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 、これが本当の瓦割りじゃ。ほらほらほら、投げナイフ瓦割り、オッケーオッケー、もう用はない。ハメポジ見つけたわ。いや予想外の強敵に焦りがあったけど、なんとかなったわ。ハメポジで火炎グレ使わずクリアやわ。で今から向かうのがフィッシュアイ向かわないといけないね。目標忘れてたわ今。人間とゾンビの違いは知恵があるか否かだから。どけレネゲルども。いた、石投げられた。すげえジャンプ力、本当にもう楽ちんだわこのゲーム。お、蜂蜜ある。でも完全にフィッシュアイ拠点の近くもうレネゲードだらけだね。大変だ。あれは誰だ、あれはサバイバーか。そんな恐るに足りないけどな、レネゲードでも。100人ぐらい来たらさすがに辛いけど、10人ぐらいならなんとかしばける。あ、届かなかった。レネゲードの奴らは何でもやる。いつかダムを爆破して街全体を水没させるかもな。ちょうど16時やし、そうだね、朝になる前に一回に寝といきたいわ。賑やかやな。めっちゃ賑やかじゃん。今はもうレネゲードたちに狙われてること忘れてるやろこいつら。よし、じゃあ売却するか。意外とお金少ないな。もっとあるかと思ったわ。もっと物が売れるかと思ったんだけど意外と安かった。こういうやつも売っちゃうか。でだ、なんかいいのある。あ、なんかつモークハンマー2300か。ちょっと高えな。
でも、でもいいな、これ、顔。魅力的だわ。金色は魅力的すぎる。スクラップも買っとこう。商品の価値？夜にインヒビターか。いや、ワンチャンあると思ったけど、クエスト先に進めたいな。しかも遠いしな、ちょっと。ここまで。だからもうこのまま直球で、監視塔まで行っちゃうわ。メインストーリー進める。これいける？ここから。これそのまま進めばいけるのかな。行け。で、これでもう向かおう、監視塔の方面に。改造はしない。改造してもね、すぐ壊れるんだよね。で、あとね、お金めっちゃ使う。まだ貯めておきたいんだよな。この武器だろうみたいな、この武器と俺は心中していくっていうのを見つけたら改造しようかなと思ってる。初期武器でも全然強いしな、言うて。おお、なんだなんだ、急に引っかかりだした。ここピースキーパーの拠点とかしてるわ。ここもピースキーパーが漁ってんのか。ここさっきの場所か、そういえば。飛べるか、ギリ。よいしょ。そうだね、さっきあそこ漁った場所だった、忘れてたわ。ん？新しい伝言1件だと。なんだ、怖い怖い怖い。急に流れてきたんだけど。そんなのあんだ、伝言システムなんてあんの。あー、パッと見見当たらんから行くか、もう。今度はレネゲードが食堂を襲撃だと。あ、やべ、ツバ飛ばしている。なんだあそこ、ゾンビタウンやん。あ、てか朝になるの忘れてたわ、やべ。これ、まずいな。なんかレネゲードだらけだな。完全に朝迎えるの忘れてた俺。あそこに俺のね、俺の家があるんだけど。あ、いや、あそこから行けるわ。一回さすがに朝迎えたいわ。うん、夜が危険すぎる。夜ストーリー進めるのはもうだるすぎる。わかる。いつもさ、あの蜂蜜のところで毎回死んでるよね、人。必ずありがたく美味しさを得てるけど。あ、向こう側だわ。よし、一回これ寝るか。俺ゾンビ鬼ごっこ恐怖症やからさ、もう夜は絶対活動しないまん。でもう一回寝る。大丈夫これ、寝すぎてなんか点火しねえかな。でこの点火している間とかさ、もしかして暴れてんのかな、寝てる間にいつの間にかって。周りで人が死んでる。さあ向かいますか。そんな遠くはない。いや結構遠いな。オッケー、行くか。ん？ 57 メートル先。盗賊か。お前も飽きないね。よし、これは結構楽なんだよな、このクエスト。よし、このまま走り抜けよう。めっちゃゾンビいるけど、ムシムシ。
あ、死んでる。救ってあげよう。あの死体に引き寄せられるからゾンビ。おー、湖だ。怖い怖い怖い、ゾンビの声怖いって。泳いでいくか。あ、泳ぎも意外とスタミナ必要なんだな。よし、意外といる。なになに、デンジャーミンマインマインフィールド、地雷原。あ、ほんと地雷めっちゃある。やべえやべえ、地雷原だわ。危な。おい、公園に地雷仕掛けるな、バカ。え、気持ち悪いやついる。毒ガスゾンビおるんだけど。一旦ここに家作っとくか。本当に危なかったね。え、これ地雷原抜けていかないといけないタイプ、もしかして。ただ地雷原抜けていかないといけないタイプだわ。怖い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 、どこに地雷があるか分かんないって。これ GR 地雷仕掛けんなって。ゾンビに地雷なんて反応させたらゾンビたくさん来ちゃうでしょ。怖すぎるこれ。え、めっちゃ、え、めっちゃ動物飼ってるんだけど、こいつらだけ自分たち飯食おうとしてる。アノマリー発見。くそ、こいつら。さて来ましたよ。あ、もうここからすごい化学物質の音聞こえる。これどうやって入るんだ。どっかに裏口があると思うんだけど、隙間から入るとかではない。あ、待って、あ、板があるわ。あ、じゃあこれどかす系だ。みんな危ないから入らないでねーっていう意図を感じる。こっから抜け道だ。この拠点ガバいぞ。うわー、化学物質だ、大量にある。この音嫌いなんだよな。ラワン、確かに廃墟しかない。ラワン、え、ラワンからの反応がない。死んだか、あいつ。マット少佐、エイデンだ。お前か、元気そうだな。力になれるって言ったよな、話を聞きたい。無線じゃ話せない、船に来い。本部で会おう、私もすぐに行く。わかった。危ない危ない、化学物質踏んじゃってるって。お前何しとんねん。え、あ、やばいやばい、汚い汚い、あ、やばいやばい、化学物質が。バカだこいつ。目覚めた。知らない男がいる。一体、早く逃げよう、グレッグ。おい、待て。お、なんか助けようとしてる。あ、待て待て待て、逃げたら殺すぞ。めっちゃ死んでる。何がどうなってるんだ。もしかして俺またなんかやっちゃいました。待ってくれ、俺置いてかないでくれ。っていうか、ここどこ。え、すげえとこまで移動されてる。めっちゃ移動させられてんだけど、どういうこと。え、絶対俺寝てる間になんかやっちゃってるって。ちょ、死体調べるか、さっきの。え、めっちゃ殺しちゃった俺。だってほら、でもこいつはゾンビっぽいな。ゾンビ、人間ではなくゾンビ殺したっていうの考えが正しいか。やべ、やっちゃったよなんか。やっぱりもうちょっとずつだけど転化が早まってんだ俺。まずいことになってるって。早いところこの事件を全て解決せねば。なんかミッションがあるな。いた、予想以上高かった。なんだこの可愛い絵は。で、デブデブギャル。
よし、一人まず格殺。あ、くそ、ほどけなかった。来た。いた。後頭部打ち抜かれた。よし、ヘッドスタンプ。確かにもっとインヒビーター打たないと積んでるかも俺ら。ごめんだからな。よし、星もらおう。上にナイトランナーハウスがあったからアサリに行きたいな。戻れねえかな、上に。あ、こっから戻れそう。で、なんか食らない、この町。この町食らない、マディグラウンド。新しい町やな、ここ。全体的にここ電気行き届いてないわ。差別されてる、差別された町だ、ここ。このさ、パルクールしてる時の BGM 好きなんだよね。あ、いや、アップネッツが危ないっつうか、もうダメージ食らってるけどな。ピースキーパーの船がある、すげえ。あんなもん作ってんの。お、久々に会ったな、お前。あれ、バイオマーカー。いや、違うわ、これ、はこいつ初見だわ。今もできる。またあのゴミ島に戻んの、俺。電話で呼んでくれー。